おや、この間それで作ってもらった大崩壊予報装置が反応しちゃってます。この装置は先落ちですが、事態は冗談では済まないような。何しろ地震が起きたら揺れて地震を知らせるっていう感知器と同じコンセプトですから。これシオンさん、すみません、この感知器ってどんな波を探知するんですか？って、あれ？シオンさんって誰でしたっけ？なんということでしょう。シオンさんが誰かは思い出せませんが、この機械は間違いなくシオンさんと共同開発したもの。となると町規模で記憶の改ざんが行われたと見るべきでしょうか。仕方ありません。お屋敷の外の管理は職務外ですが、これも気がついた者の務め。できうる限りの努力をしてアキハ様の梅雨払いといきましょう。いやいや、誰かと思えば岸間の坊ちゃんではないですか。まさか坊ちゃんまでよくわからない方の手先に。あなた、さてはコウマ様によく似た赤の他人ですね。他の方は騙せても私の目はごまかせませんよ。やはりそうか。俺もそんなことだろうと思っていたが、ご婦人、なぜ俺が偽物だと？簡単です。本当のコウマ様なら坊ちゃんと呼ばれた時点で私を冷たーく一別した後、背を向けて去っていくんです。あれは照れ隠しなのか本当に無視しているのか、どちらなんでしょうね。あなたならわかります、偽物さん。さて、それは本物とやらに聞け。俺としてはお前に危害を加えるのはひどく気がめいるようだが、これも役割だ。鬼に出会ったお不運と思え。はい、承知しております。どうぞ遠慮なくその会話を振るってくださいまし。これでも一宿一般のお世話を任されたね。コウマ様のため心を鬼にして退治させていただきます。よう、待っていたぜ廃棄人形。あの暗い穴蔵からよくもまあ一人で出てこられ。チェンジです。ネロさん、お願いですから空気読んでくださいね。ここラスボス一歩手前なんですから、もっとかっこよくて新キャラっぽい人じゃないと務まりません。ちょっと待って。いい、他の連中が俺を知らないってのはまあ流してやった。うん、いいよ、仕方ないし突っ込むのも疲れたし。けどな、お前が俺を知らねえって展開だけはねえだろうが。頼むぜ、もうちょっとこう俺がどれだけラスボスにふさわしいか説明してくれよ。はあ、そうは言われましても私の知っている四季様はそんなピアニストみたいな格好してませんし。ところでどいてくれません？ネロさん。ネロじゃねえよ、てめえ分かってやってるだろこのタヌキ。あは、やっぱりバレちゃいましたか。はい、お名前でしたらきちんと存じております。確かネロア様でしたっけ？おお、ようやく勝ち取った参加枠だというのにこの仕打ち。そんなに俺が憎いのか、怖く。
参りましたね。前座は気の抜けた相手でしたが、最後に控えていたのは冗談では済まない方のようです。再演算停止。これより侵入個体の分解数、侵入個体の同一言語に変換した後、最終記述を開始。歴史を崩壊域までショートカット。その結末を記録する。テルメスの血液の3割、7割をこの星の結晶化に使用する。私などでお相手が務まるか甚だ疑問ですが、他に止める方がいらっしゃらないのでは仕方ありません。ではいざ尋常に。私は冥界に飛び、死に絶えるオシリスの妻、霊長を使う最後のアトラスである。これよりあなたを賢者の石に変換する。かくして町は元通り。あれは一夜限りのたたりの再演で、シオンさんを忘れていたのはあの夜だけで、消えていた人たちもみんな帰ってきましたね。はあ、ご褒美が欲しくて頑張ったわけではありませんが、少し虚しいですね。だいたい私が失敗してもきっと他の方たちも何とかしたんでしょうし、これが本当の骨折り丼のくたびれ。え、違う？ちゃんと意味はあったんですか、姉さん？なるほど、確かにおっしゃる通りです。いつも通りのお料理ですが、今日は少しだけ気分がいいですもの。勝利の味なんて隠し味、めったに使えません。